では、小学1年生の、課題いろりのポイント説明をしていきたいと思います。小学1年生がこの作品を書くっていうのはやっぱりとっても大変なことで、この、上腹の紙というのは、縦が、136センチあります。なのでもしかしたらね、136センチよりも大きい子もいるかもしれませんが、身長がねまだ136センチに達しないお子さんが、この紙にね、チャレンジする方もいらっしゃるかと思うので、ね、一回この紙の横で、実際寝てみるといいと思います。パッとちらっと横を見ると、わあ、自分よりもちょっと背の高い紙だなっていうふうに思うとドキドキすると思います。で、それに一文字、一文字、これですね、3つの字を書くわけなんですが、とっても勇気のいることですが、逆にとっても楽しい経験になるかと思います。で、筆もね、墨もたっぷりつけて、半紙で書くときとは違って、ね、しっかりと太い筆でカッと押さえてこう書きますので、ね、なかなかバランスが取りづらかったりすると思いますが、頑張りましょう。小学1年生なので、やっぱり低学年なので、元気な字が、作品が一番だと思います。で、これ3文字ありますので、最初書くときね、書く前に3等分に軽く折ってあげるといいと思います。で、軽く折ってあげて、ちょっとこの辺に、自分で折り目をつけて、あ、ここにイを書こう、ここにロを書こう、ここにリを書こうっていうふうに決められるといいかなと思います。で、作品というのは、この上よりも、この下の部分をちょっと広めに開けてあげた方が、いいので、ちょっとギリギリの方に、一番最後の字がギリギリのところになると、ちょっと下に、ずしんと重たい字に見えてしまうので、こう上よりは下をちょっと、広めに開けてあげるというのは覚えておくといいかなと思います。で、これ書いてて思ったのが、いという字は、鉛筆で書いたりするときって、そうですね、横に広い四角の中に入れるイメージがあると思うんですが、それで書いてしまうと、ということはこの一画目の縦棒がちょっと短くなるってことですね。そうすると、E 自体はとても素敵に書けたとしても、あと、ロ、リっていうのが結構縦長なので、それぞれの字は良くっても、さあ、作品としてどうかなって見たときに、今、ちっちゃくて、ロとリが大きいっていうふうになってしまうと、ちょっとバランスがあまり良くないので、E の一画目、これ結構長めでも OK です。ぐーっと、これ長すぎたかなって思うぐらいでも、まだ短かったりするので、もう思い切って書いちゃいましょう。ね、何枚も何枚も書かれると思うので、思い切って書いてみましょう。大きく太く書きましょう。ですね。で、これとこれ。こう来たのが、ここからスッと入りますね。この長さ、こちらが長くて、こっちが短い。ね、わかりますよね。こう来たのがスッと入るんですね。で、ロ。ロは、押さえたら少し右に上がりましょうか。ちょっと右に上がって、ここはぐーっと持ってってあげましょう。持ってってあげて、ここはひらがなのつを書くような気持ちで書いてあげましょう。ということは、ぐっと斜めに来たら、ここを上に上がっていきます。上に上がってってって、ぐーっと持ってってあげましょう。ね、まだ1年生だとまだ、ね、手とかもまだ小さいでしょうし、腕も細いでしょうし、とっても大変なことだと思うので、本当体全部で書くっていう感じなので、もう書き終わるとガーッと汗とかもね、書くと思いますが、もう頑張って書きましょう。ね、押さえて少し右に上がって、ぐっと長い滑り台をスルスルっとね、太い滑り台を滑って、でひらがなの巣を書いてあげるっていうつもりで、ここもね、きれいにこうね、大きな卵が1個入るぐらいの気持ちで、のびのびと体全体を使って腕をぐっと動かして書いてあげましょう。で、はい、最後「り」ですね。り、これも、ここが短くなってしまうと、これがヒョロ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 っと長くなってしまったりするので、バランス大事ですね。これも思ったよりも、ご自身が思っているよりもちょっと長めに書いても OK だと思います。さえて、こうきますね。で、こう、この時のつなぎ目と同じですね。こうきたのがポンと入って、まっすぐ下ろして、ゆっくり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 丁寧に払っていきましょう。はい、で、1年生もう身についている方もいらっしゃると思いますが、つい忘れがちになってしまう方、ぜひルール守りましょう。筆が紙についた時の筆の先の方向ですね、こっち向いてます。こういう向きでこう書いたりはしないです。斜めです。
ね、時計で言うと10時11時ぐらいの方向を必ず筆の先が向いた状態で押さえます。ここのね形をよく見てくださいね。こうでロもそう、こうこういう筆がの先が上を向いてこういうふうに書くのではなく、また筆の先が横を向いてこういうふうに書くのではなく、こっちの向き、こっちの向きを筆の先が方向が向いていて、これで書き進めていきましょう。で、リももちろんそうですね。ここ、こういうふうに書かない、縦縦に書かない、もしくは筆の先が向こうを向いて横向いてこういうふうにも書かない、斜めですね。こっちの方向を向いて書きます。で、ゆっくりゆっくり持ってってあげて、つなぎ目大事にして、こう来てポンと押さえて、この時もこっちを向けます。この、このルール、ここ、こう来て、こうですね。ここ、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 ここ。1、2、3、4、5。この5点がちゃんとルールが守れているだけでも、ぐっと素敵な作品になります。それに、あとプラス、墨の量だったり、もう思いっきり元気に、体全体で動かして、大きく描く、太く描く、伸び伸び描くっていうのを、ぜひね、頑張って描いてみましょう。で、学年名前ですね。では、1年ですね。1年でここに名前、しっかり書けますね。ここ作品が、いろりがしっかり太くて元気な字が書けても、名前がひょろひょろひょろっとなると、ね、せっかくもったいない、作品としてもったいなくなるので、ね、学年名前もしっかりと太く、ね、堂々と自分の名前を書いてあげましょう。はい、ぜひね、頑張って、とってもいい経験になると思いますので、頑張りましょう。ね、これ、この紙に何枚も何枚も書いていくと、もうすごい汗もかくし、くたくたになると思います。ね、そしたらもう、ね、例えば、ガリガリ君とかね、クーリッシュとか、カッと食べて、頑張ったっていう達成感に、ぜひ、浸っていただけたら嬉しいなと思います。ぜひね、のびのびと元気に、とにかく元気に書きましょう。頑張ってみてください。